夢はきっと実の凛々。アイドル未経験アイドル、モアモアジャンプ、みのりんこと花里みのりです。あれ、どうしたのみんな。え、アイドル未経験アイドルってダメなの？ダサい。わかりやすいキャッチフレーズだと思ったんだけどな。それがダメなら、あ、じゃあ別のバージョンにするね。宮益坂女子学園1年 A 組、今すぐ会いに行けるアイドル、花里みのり。これもダメなの？それじゃあまた別のバージョンを。え、キャッチフレーズはまた後で。じゃあ自己紹介の続きやるね。古本、皆さんこんにちは、花里みのりです。私は子供の頃からよくカラスに追いかけられたり、遠足はいつも雨だったり、すごく運が悪いし、何をやってもうまくいかなくて諦めちゃうことが多かったんです。でもそんな私が自分を変えるきっかけに出会いました。それがアイドルグループアスランの桐谷遥ちゃんです。遥ちゃんを知った時、こんなにキラキラしてる子が私と同い年だってことにすごくびっくりしました。それに、今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれない、だからみんなが明日こそは大丈夫って信じて頑張れるように、このステージから明日を頑張る希望を届けたいっていうはるかちゃんの言葉がズキュンと胸に来て、だから私も明日を頑張る希望を誰かにあげられるようなはるかちゃんみたいなアイドルになりたいって思いました。はるかちゃんや愛梨ちゃん、しずくちゃんと違ってアイドル経験はないですけど、それでもいつかみんなと肩を並べて胸を張って、私もアイドルですって言えるようになりたいです。みんな揃って初めてモアモアジャンプはみんなに希望をあげられる四つ葉のクローバーになれるからって、はるかちゃんやみんなが言ってくれるので、精一杯頑張りたいと思います。だからこれからもモアモアジャンプをよろしくお願いします。噛んじゃった。え、なに愛梨ちゃん。確かにあともうちょっとだと思って気を抜いちゃったかも。気をつけます。はるかちゃん、私らしくていい？本当？ん？あれ、私らしいっていうのは噛んだのがじゃないよね。